イギリスのあるメディアがまとめた20世紀を作り上げた1000人の中に彼の名がある。彼は1960年から70年代に西洋を席巻した新興宗教運動において最も重要な人物である。数十年間世界の視線を引きつけた伝道師であり、広範囲にわたる巨大な平和事業を構築したという評価もなされた。2012年、彼がこの世を去った時には人種、国家、宗教を超えて哀悼の列が続いた。その名は文鮮明。私は文総裁を心から尊敬しています。私は文総裁の活動は非常に重要なものだと思います。なぜなら彼によって国連が変わり始めたからです。精神的な指導者でした。歴史における全ての精神的指導者がそうであったように、多くの逆境を克服し生涯努力を続けた方です。彼の思想は北米から南米に至るまでアメリカ大陸全土を席巻した。全世界が注目した人物、文鮮明総裁。彼がアメリカ大陸に残したものとは何だったのだろうか。アメリカのカリフォルニア州西部、太平洋沿岸に位置するサンフランシスコを訪ねた。サンフランシスコの名所として人々が最初に挙げるのは、この年のランドマークでもある観光名所のゴールデンゲートブリッジである。サンフランシスコはアメリカにおいて最も自由で先進的な都市として有名である。そのためこの都市がもたらす自由とロマンを満喫しようと訪ねてくる観光客でいつもにぎわいを見せている。彼らの観光コースから外せないのは、100年以上も前に作られた路面電車に乗り、サンフランシスコ市内のあちこちを見て回ることである。その他にサンフランシスコにはもう一つ訪れるべき名所がある。それがまさに都市の中心部にある丘、ツインピークス。40年以上も前から文鮮明総裁と深いゆかりのある場所である。1965年、文鮮明総裁はサンフランシスコから車に乗り、アメリカ全土を回る巡礼に出発しました。その最初の訪問地がまさにここツインピークスでした。海抜280メートルほどの低い丘、ツインピークスの頂上に立つと、太平洋から吹いてくる風を受けながらサンフランシスコ市内を一望できる。ここで彼は何をしたのだろうか。1965年2月15日、ツインピークスに登った彼は、ここを起点としてアメリカ全土を巡回する果てしなく遠い旅に出発したのだ。移動手段は自動車。言葉も文化も不慣れな広大なる土地で始まった、ある意味で無謀な挑戦だった。サンフランシスコから始まった巡回は44日間でアメリカ本土48州55カ都市を回った。その後彼は1972年から74年まで2度目の大々的な巡回公演を行う。アメリカの人々に真の家庭の価値と世界平和の意味を伝えようという意気込みで、アメリカの70の都市を訪ねたのである。彼の講演会はここニューヨークのマンハッタンで最高潮に達する。当時70年代のアメリカは混沌とした時期に直面していた。ケネディ大統領暗殺、東西の冷戦体制、ベトナム戦争を経る中でヒッピー文化が流行し、若者は麻薬とアルコールに溺れていった。アメリカの開拓者や初期移住者の頃からアメリカの根とも言えるような精神は徐々に弱くなり衰退してきました。また文鮮明総裁は共産主義の拡散についても非常に心配していました。アメリカ人は共産主義の脅威を実感できずにいたのです。そしてアメリカを率いたメディアと有識者の中には、共産主義および左翼思想に変更した人が多くいました。そのため文総裁はこのような精神的価値の衰退をどうにかしなければならないと考えたのです。
ニューヨーク・マンハッタンの名所、リンカーンセンター。世界的な公園芸術総合施設として有名なこの場所で、彼の最初の講演会が開かれた。当時リンカーンセンターにおける講演は高い入場料にもかかわらず、驚くほど多くの人が集まった。リンカーンセンターでの講演から3年後、マンハッタンで再び講演会が行われた。彼が講演会を行うということを知り、3万人以上の群衆が押し寄せた。130年の歴史を持つマディソンスクエアガーデン、アメリカの NBA のコートとして使われるこの場所が講演会場だった。指定席2万席が満席となり、さらに5000席を臨時に用意しなければならないほど熱狂的な反応があった。ある人々は、東洋から来たこの男は何者なのかということがただ気になってやってきました。多くの人、それもアメリカ人だけでなく、ドイツ、イタリア、フランス、南米、日本などさまざまな国から来た人が、なぜこの運動に参加するのか、自分もこの人の話を聞いてみたい、このような感じだったのです。1976年6月、ニューヨークで彼はアメリカ独立200周年を記念する講演会を開いた。ここにおいて、当時彼の支持層がどれほど増え、確固たるものだったかということを知ることができる。当時の講演会場はヤンキースタジアムだった。メジャーリーグ、ニューヨークヤンキースのホームグラウンドである。当時球場内で進められた講演準備は順調そのものだった。しかし、すべての準備が整い、講演が始まる頃、激しい風と雨が吹きつけ始めた。行事を進めるどころか、立っていることもできないほど大荒れの天気となったのである。しかし、参加者は誰一人席を離れなかった。嵐の中でも講演を聞こうという覚悟が決まっていた。このような参加者による猛烈な要請により、崩れた舞台施設を整えて講演会が始まった。文鮮明総裁を紹介します。長く待った末にようやく講演会が始まり、熱い歓声とともに登壇した文鮮明総裁。彼はどのような講演を行ったのだろうか。진정한 미국인이라 하겠습니다. 하나님의 눈에는 흑인도 백인도 황인도 없습니다. 3만 人 이상의 아메리카인의 가슴에 響く 공연이었다. その年の 暮れ, 그는 아메리카에서 가장 유명한 지지 주간지 타임과 肩을 並べる 뉴스위크의 표지 모델에 選ばれる 정도 화제의 인물이었다. そのような中、アメリカ社会に途方もない反応と衝撃をもたらす事件がワシントンで起こった。春になると一斉に咲き乱れる桜で有名なワシントンモニュメント広場、ここがその歴史的な舞台である。私が今立っているここの後方に見えるのがワシントンモニュメント広場です。すぐそこに舞台があり、文総裁はこちらから多くの群衆とワシントンモニュメントを眺めていました。それは私の人生で最も興奮し衝撃的だった瞬間の一つとして残っています。文総裁がこの広場で30万の群衆を前にして行った講演がワシントンモニュメント大会のハイライトでした。それは今から38年前、1976年9月18日のことだった。彼の講演会に30万の群衆が押し寄せたのだ。今に至るまでアメリカ史上最大規模の集会として記録されているほどである。その日、彼は家庭の価値、純潔、キリスト教の復活と再生を強力に促す演説を行った。米国は今民族問題、青少年流浪問題、基督教没落과
공산주의 문제 중 여러 가지 심각한 문제들을 안고 있지만 무엇보다도 무신론에 입각한 공산주의의 위협은 가장 심각하며 하나님께서 200년간 준비하신 미국은 크게 각성하고 하나님께서 분부하신 중차대한 세계적 사명을 다하여야 할 것입니다. 미국은 오늘 각성하여야 합니다. 내일이면 늦습니다. 家庭の崩壊と価値観の混乱を経験したアメリカ人にとって、彼のメッセージは新しい希望として受け止められた。しかし、モニュメント広場の集会における目覚ましい成功は、喜びと同時に試練のきっかけともなった。集会に参加した若者は、それまではアルコールと麻薬に溺れ、フリーセックスに走るなど、悪い方向へ進んでいましたが、文鮮明総裁のメッセージを聞き、それが悪いことであるという事実を悟って、自らの人生を変えなければならないと思うようになりました。そのように変化したのです。そして自分の人生を捧げたいと思うようになりました。これは誠に良い現象でしたが、多くの議論が巻き起こり、人々は、私たちの教会が洗脳をしている、異端である、偽りの教えを説いていると攻撃してきました。そしてこのようなアンチ異端運動は私たちの運動に反対し、政治、メディア、宗教などさまざまな方面から攻撃を仕掛けてきました。モニュメント広場での集会が開かれたワシントン。まず会員において論争が巻き起こった。1976年当時、韓国政府と統一教会に関する疑惑を提起した者がいた。アメリカ下院国際関係委員会のドナルド・フレーザー委員長は、文鮮明総裁の通訳であり大使館付き部官を務めていたパク・ボーヒー大佐が対米工作を展開し、統一教会が韓国政府の裏金を受け取りながらその手先となって働いているという疑惑を提起したのである。パク・ボーヒー大佐は1978年3月22日聴聞会に出席した。聴聞会の傍聴席500席は満席となり、アメリカの三大テレビ放送局や大手新聞社、通信社が皆大々的に報道を始めた。委員長、あなたが書いた文章を読んだとき、私の体と心は憎しみに駆られました。私は文総裁の弟子です。たとえ完璧な弟子ではないとしても、私は文総裁が教える神の道徳的基準と原理に従って生きているというこの一点だけは確かです。そして私は死ぬ瞬間までそのように生きるつもりです。私はあなたがサタンの道具として使われていると思わずにはいられません。そうです、サタンの道具です。サタンでなければ誰が神に従うものを破壊しようとするでしょうか。委員長、ご希望なら私の首を持って行ってください。しかし私の魂と心情は絶対に持っていけないでしょう。なぜなら私は神のものだからです。神は私の牧者です。私が死の影の谷を行くとしても、それを恐れないのは主が私と共にあるからです。委員長、ありがとうございました。パク・ボーヒー大佐はこの場で、今まで韓米の親善のために文鮮明総裁の愛と犠牲の精神を伝えてきたし、これからも生涯この道を行くと堂々と発言した。委員長、以上です。ありがとうございました。しかしこれは始まりに過ぎなかった。統一教会に対するアメリカの牽制は続いた。今度は文総裁が脱税の嫌疑で起訴されたのである。銀行に預金した宗教基金から生じた利子所得税、当時のレートで約400万ウォンに達する金額を申告せずに脱税した。これがニューヨーク検察庁の起訴理由だった。するとハーバード法科大学院の著名なローレンス・トライブ教授が、アメリカの裁判所は宗教的偏見に基づいて判決を下していると批判し始めた。当時のアメリカの議員たちもこの事件は統一教会に対する宗教弾圧であると主張し、強く再審を求めた。30年ほど前、私は上院司法委員会にいました。当時私は
宗教の自由に関する公聴会の議長を務めました。1984年6月、私は宗教の自由はアメリカにおいて深い歴史を持っているということを全ての人に思い起こさせました。またアメリカの宗教に対する姿勢は適切なものではないという懸念を表明しました。このような事情は今日においても同様です。私たちは宗教の自由という基本的権利に対する警戒を怠ることなく理解・実践して守っていかなければなりません。当時オークランドポスト紙に載った記事の全文を翻訳・掲載した東亜日報によると、アメリカの上院司法委員会の委員長だったオリン・ハッチ上院議員はワシントンの弁護士に送った手紙の中で、文総裁の調査を担当した3人の法務省弁護士がこの事件を不起訴にするという結論を下した事実を明らかにしていた。しかし担当刑事は再審請求を棄却し、アメリカ連邦最高裁判所は文総裁の投獄を決定した。告訴状が届いた時、文総裁は韓国にいました。ですからアメリカに戻らないのなら、その裁判を受けなくてもよかったのです。しかし文総裁はその報告を受けて、私は今から戻らなければならない、それは私を害するための共産主義者の工作であり、さらに私がアメリカの地に足を踏み入れることができないようにするための陰謀であると語り、その日のうちに飛行機のチケットを買ってアメリカに出発しました。習慣生活を覚悟してアメリカに戻った彼は、ダンベリー刑務所に入る直前に声明を発表した。そこで彼は今回の事件がアメリカ選挙の過程で発生した既得権勢力による牽制であり、勝共活動に対する共産主義者の陰謀であることをはっきりと言及したのである。천사람을하나만들고만사람을하나만들어가지고만날수있는통일의요건이되어지는것이하나님이때를걸고여러분앞에기도기대하고있다는사실을잊어서는안된다는것입니다。すると多くの宗教団体と市民社会団体が無罪判決を求め通りに出るという驚くべきことが起こった。40以上の市民団体が弁論主意書を提出し、特にアメリカのオバマ大統領のメンターとして知られているジョセフ・ローリー牧師は積極的に救命運動を展開した。私たちが肝に銘じなければならないのは、文総裁が安全になるまでは私自身も安全ではないということです。常に安全でなくなります。彼が安全になるまでは誰一人安全ではいられません。しかし結局彼はダンベリー刑務所に収監されることになった。彼の刑務所生活は多くのアメリカ人の知るところとなる。一部の聖職者たちは苦痛を共にする同工の会まで組織して、刑務所で1週間共に過ごすことを提案したりもした。ハナクチャ総裁は刑務所の外で彼の志を継ぐ活動や釈放運動を展開した。文総裁は自らの目的と理想のために献身しました。私はハーバード大学のトライブ博士をはじめとする他の人々と協力し、多くの宗教指導者と宗教団体が宗教の自由のための運動を通して文総裁を支持するように導きました。文総裁は穏当でない理由で収監されましたが、根本的にこれは宗教迫害でした。私は刑務所における文総裁の姿勢に深い感銘を受けました。私たちにはやることが多いから自分のために泣くなと言われた、その言葉と姿勢にです。約13ヶ月の囚監生活を終えて出所した文総裁を迎え、多くの人々が参加する中歓迎会が開かれた。驚くべきことに、彼に反対していたキリスト教の人々までもこの歓迎会に参加していた。今やさらに多くのアメリカ人が彼を受け入れ始めたのである。文鮮明総裁と関連してアメリカ内で未だにイシューとなっていることがある。この場所で起きた多くの歴史的事件の中でひときわ目を引くのが、統一教会の合同結婚式の写真である。
1982年ここで2075層の合同結婚式が行われた。世界を変えるのは宗教ではなく家庭であると考える彼は、人種間宗教間の結婚を奨励した。それが葛藤を克服できる方法だと考えたのである。彼はニューヨークのハドソン川のほとり、ベリータウンに位置する敷地7万坪のカトリック神学校を引き継ぎ、統一神学大学院を設立した。統一神学大学院では、さまざまな宗教の教派から著名な学者を招聘し、教授陣を整えた。一つの宗教に偏ることなく、超宗教を教えようという意図からであった。そしてコネチカット州のブリッジポートでも大学を引き継いだ。この大学でも特定の宗教を掲げることはしなかった。1992年、文総裁と韓総裁は世界平和教授アカデミーを通してブリッジポート大学のビジョンに新たな希望を吹き込んでくれました。それとともに総裁は明るく新しい世の中を作るため、リーダーを発掘しようという構想と国際的なネットワークをつなぎ合わせました。その後私たちは成長を続けており、大変な時期は過ぎ去りました。代わりに今は最先端の施設を備えた工学部を保有しています。また私たちの大学は公認されたカイロプラクティック学部が設置された唯一の学校であり、自然療法学科と簡易学科も開設されています。そしてデザイン学部課程も運営しています。これらの努力を通して世界の多くの大学と協力関係を築いているのです。実際5000人以上に達する在学生を見ると、イスラーム、ヒンズー教、仏教、キリスト教など彼らの宗教は様々である。これは特定の宗教のためではない、一つの教育運動なのである。最近ラスベガスに遠球東洋医学大学というものを設立し、2年前に出発しました。東洋と西洋を連結することのできる新しい医学の開発のために、同大学を設立して人を変えるのです。人を変化させる最も良い方法がまさに教育です。しかし最も注目すべきなのはメディア事業である。彼は当時リベラルの声を代弁するニューヨークタイムズとワシントンポストに続く保守系メディアが必要であると考えたのだ。1982年、ロナルド・レーガン大統領が就任してわずか1年余りの頃です。当時アメリカの首都で発刊される新聞はワシントンポスト1紙だけでした。冷戦が絶頂に達していたその頃、ソ連のクレムリン宮殿にはブレジネフ書記長がおり、アメリカのホワイトハウスにはロナルド・レーガン大統領がいました。全世界は戦争勃発の可能性から恐怖に震えていました。彼らはアメリカにはさらなる意見が必要であることが分かりました。しかしその意見というのは自由主義の主流メディアとは違ったものでした。レーガン大統領の在任時、大統領が読む新聞として名声を轟かせたワシントンタイムズ。今もワシントンタイムズはアメリカ議会に影響を与えるメディアの順位で3位につけるパワーメディアである。レーガン政権時代に続き、その次の第41代ブッシュ政権とクリントン政権、さらに第43代の息子ブッシュ政権を経て現在のオバマ政権に至るまで、ワシントン・タイムズは絶えずアメリカの指導者たちに責任感を持つことを要求し、彼らに最高のニュースとオピニオンを提供することによって意思決定のための一助となれるよう最善を尽くしてきました。ワシントン・タイムズは左傾化するアメリカ社会において保守の声を鋭く代弁し、これ以上社会が左に偏らないように努めた。その結果、リベラルと保守双方からの賛辞を受けるメディアとなったのである。ワシントンタイムズはアメリカの政治史に重要な足跡を残すメディアとなった。冷戦時代、共産主義と妥協せずに突き進んだワシントン・タイムズはアメリカ国内の共産主義拡散を牽制するにあたって大きな役割を果たし、アメリカは大きな変化の波を迎えることとなった。1989年、
ベルリンの壁が崩れ、共産圏の没落が始まったのである。1991年にはついにソ連が崩壊。20世紀を揺るがした共産主義の時代が終わり、文鮮明総裁の40年以上にわたる勝共活動は大きな峠を越えたのである。2014年8月12日、文鮮明総裁の創派2周年記念式が挙行された。文鮮明総裁がアメリカで築いてきた過去40年間の業績を称えるため、ニューホープ合唱団が公演を準備し、彼を追慕するため世界各国から多くの人々が訪れた。世界主要国家の元現職首脳、各界の指導者たちは彼の業績を改めて振り返った。解決すべき課題が世界に散在している今日、ここ韓半島とアメリカにおいて、私たちは文総裁と志を共にしています。文総裁のリーダーシップ、そしてその信仰に基づいた団体の一貫した努力に期待しています。家族は神を中心としてさらに堅固となり、これを通して離婚率と不道徳を減少させることができるでしょう。今、文鮮明総裁の志と精神は花口茶総裁に受け継がれ、揺るぎなく前進し続けている。도저히인간으로서는할수없는많은업적을남기신가운데자유세계민주주의가흔들리는그나라에용서하라사랑하라하나되어라미국의모든선한사람들에게깨우쳐주셨습니다북미와남미를중심으로활동하셨던모든업적들을다시재조명하면서우리들의모든힘과능력과노력을다하여서그깃들을닦는데최선을다하기를바랍니다今年8月11日、文鮮明花口茶総裁の平和運動に共感する世界各界の人士を中心として、ソナク平和賞委員会が公式的に出発した。これから全人類は皆一家族であるという平和の理念に基づき、超人種、超宗教、超国家的な誠の愛の実践のため最善を尽くします。今後、国内外の著名人12人によって構成された委員会が、ソナク平和賞をノーベル平和賞に続く賞として発展させていく計画である。文鮮明総裁の創派2周年を迎え、国際会議も開催された。天宙平和連合主催で世界16カ国の元現職指導者が参加する中、平和、安保、開発をテーマに、地球村における平和的解決策を模索した。仏教、キリスト教、儒教、イスラーム、ジャイナ教、ユダヤ教の宗教指導者が一箇所に集い、彼の超宗教精神を受け継いだ。 To embrace all humanity, we have invested our entire being, the salvation of humankind, and the realization of a peaceful world. We have faced many challenges and tribulations on this path, but we have never undeterred in carrying out our heavenly mission. I pray that we can work together in this great mission.To build a unified world of peace and prosperity. 2日間開かれた大陸別ディスカッションでは、南米、北米の平和思想を集中的に取り扱い、アメリカ大陸に宿った文総裁の業績を振り返った。2014年、アメリカ大陸には文鮮明総裁の平和精神が未だに息づいている。40年以上も前に文鮮明総裁が出発したアメリカ巡回の露呈、その道をたどろうと集まった人々、43日間で2万1000キロを走る長旅の出発である。バスに乗って移動する長い旅路、彼らは文鮮明総裁が巡回した地域を回り、各州の政治指導者とユダヤ教およびキリスト教など多宗教の聖職者との会合を持った。国家、人種、宗教を超える平和の道を実践するための旅である。平和理想世界に向かって駆け抜けた文鮮明総裁の固い信念と献身は、
今さらに多くの人々に受け継がれている。今まで経験した中で最も素晴らしく魂が復活する体験です。つまり神様が私たちと共にいらっしゃるということです。神様を象徴するバスが走っているというのが良いと思います。バス自体が希望を与えてくれます。素晴らしく貴重な体験です。ワクワクします。この行事の背景を深く知らなくても神様がこれを通して働かれると思います。思いもしなかった何かを体験することができるような気がします。文鮮明総裁が歩んだ平和の道は多くの人々を変化させ、少しずつ世の中を変えている。文総裁、この場所を聖別してくださりありがとうございます。アメリカに対する神の希望を信じます。アメリカに対する神の希望を信じます。北米から南米に至るまで、文鮮明総裁が歩んだその道は、花口総裁と数多くの人々が共に歩んだ道だった。その道は平和を願う全てのものの道である。자유롭고평화롭고행복한세상에서살고싶어하는마음은같습니다한마음한뜻으로움직이게될때인류가염원하는하나의세계반드시이룰수있습니다さらに強い信念と固い意志を持って歩む道、宗教と人種、国家を超越する道、これからもその道には平和の花が満開に咲くだろう。